いろんな、なんとか島なんとか島っていう、いろいろ行きました。バナナさん、トリーありがとうございます。楽しかったです。そう、ビースルアスタジオだから。そう、アーシャも変わりましたね。そう、なんか試合が終わるのが先か MV が上がるのが先かみたいな感じでした。今日も撮影あったんですけど、そう、あの巻いたら間に合うって感じだったんだけど、もう結構押してしまって、そうだから、ああもうこれはちょっといけないわと思って、途中までずっと見てたんだけど、ああこれはいけないわと思って、でも延長だったから行きたかったなっていう思いもあったが、まあね、ちょっと前髪やばくない？ちょっとやだな。よいしょ。エンドロールも皆さん見てくれましたか？すごくない？エンドロールついてて。秋はブカブカ水がパシャリ跳ねる心をピョコン跳ねた。最近メイク落としてないね。あのメイク落として配信してるっていうよりかは、メイクその日はしてないってことですね。はい。大体メイクしてたらあのやります、メイクのまま。直前の野球ついてもらった、もうなんかどうしようと思って、なんか早くあのもう延長いかないで、なんかずっと同点だったから、そう、もう勝ってってなってたんだけど、そう延長でしたね。キツナゴンさん花束、カズリンジュさん音符ありがとうございます。オレンジジュースさん、かわいい、ありがとうございます。 MV 公開の、いや、もう帰ってきてはいたけど、そう、でもなんかもうどんどんチケットも埋まっちゃってて、なんかあーってなってた。目忙しいですよね、だから目いっぱいつけてみてください。いちいち止めて見てみてください。ね、終わりじゃないよ、終わりじゃないよって思ってました。いおりさしょこの写真はないかも。どうだろう、かゆかゆ瞳163になってた、すごい。でもなんかずっと変わってなかったって言ってた。ね、全部で4衣装です。じじじちゃん音符ありがとうございます。トラシさん、なんだこれ、サックス。今年の夏始まるよ。カジサックさん、ホームラン打てるまで終われませんみたいなやつですよね。私あの日の試合に行ってるんですよ、実は。生でカジサックさんを見ましたよ。トモロさん、花束ありがとうございます。セイブンさん、サックスありがとうございます。でも今日の試合はもうほぼ全員出てていいなって思った。ヘブンさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。浮き輪ぷかぷかのところよく見たら、あの水に浸かってるんですよ。サブリミナルみたいな MV になってて、そう、あの水の中で撮ってて、一人だけ水の中で撮ってます。すごくない？嬉しい。あれが一発撮りですね。すみさん、音符ありがとうございます。ヘブンさん、サックスありがとうございます。エンドロールの写真まで、写真もお互いに撮って
たりするので、そういうのにも注目してほしいです。ヘブンさん、キュンキュン、ありがとうございます。すごい、おうちさん、猫ー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 、ありがとう、猫ー、ありがとうございます。バフ君、欲しい、ありがとうございます。どこまでさ、話していいことなのかちょっとわかんないんだけど。どこまで話していいことなんでしょうか。初振り機暑かったです。本当に暑かった。まこさん、バラ、あ、違う、お花、ありがとうございます。衣装 4衣装ありまして、髪型も全部変えました。吉羽さん、星、ありがとうございます。めちゃくちゃ暑かったです。あちーって顔があります。サムネがめっちゃジャンプしてて笑った。自分が。ナオサさん、星、ありがとうございます。ワンピースはひまわり柄ではないと思いますね。イヤリングハートです。ルルル旦那さん、パタパタ、ありがとう。アリチュアサックス、ありがとうございます。すみさん、かわいい、ありがとうございます。そう、よく見たら一人だけ、え、わかんない、自分が撮ってる時は一人だけって思ってたけど、あの、わかんない。自分が知らない間に、あの、みんなもいなかったから、その時で、交番、あの、予定表にも私が水の中で撮るっていうのは書いてなくって、あ、今時間あるから撮っちゃおうよみたいな感じだったから、私だけだと思ってるけど、私が知らない間に他のメンバーが撮ったらちょっと分かりません。めちゃキュンキュン、ありがとうございます。美味しかったもの、焼きそばが美味しかったです。はい、あとスプライトがやたら売ってました。よしやさん、サックス、ひでちゃん、サックス、ありがとうございます。ひでちゃん、キュン、キュンキュン、ありがとうございます。海外はフランスの後韓国行って、その後フィリピンでした。うん、です。フィリピンの方はみんななんか可愛い可愛いって言ってくれました。可愛いって。ゆうさん、お花、ありがとうございます。りんさん、ビギナー初行って、ありがとうございます。焼きそば、日本となんか塩焼きそばって感じだったかな。焼きそば、トナ君、星、ありがとうございます。そうだね、観光、まあでもいろんな島は行ったし、船にも乗ったし、観光、うん、ちょっと難しいですね。その撮影しながらの観光って感じかな。観光っていうのかな、ちょっと分かんないけど。ひでちゃん、本当ありがとうございます。うん、たしみさん、サックス、ありがとうございます。ひでちゃん、お疲れ、ありがとうございます。あ、なんか泊まったホテルのなんかご飯を食べてる時に、夜になんかその演奏と歌を歌ってくれる人がいるんですけど、その方が I love you って歌ってた。でちゃん、お疲れ、ありがとうございます。
ナイステちゃん、サックス、バナナさん、星、ありがとうございます。フィリピンの言葉を覚えたい。あ、なんか基本なんか英語っぽい感じ。おでこ出し人気でよかったです。久々にお団子もしました。長谷田祖さん、音符ありがとうございます。島をねめっちゃ行きましたよ。セブ島、マクタン島、ナルスアン島、カオハガン島です。ですね。イエスイエス。どうしたっけ。どの髪型がお気に入り。全部お気に入りです。ヘブンさん、本当ありがとうございます。あおちゃんサックス、ありがとうございます。コアさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。髪型いろいろやりました。ね、あちーっていうね顔残ってるはず。すごいね、あちーって顔してるんだよね。どこだっけな、汗もすごいし。あ、見てください、ウミガメウミガメ、眩しかったです。チーってしてる。ウミガメいました。野生、野生です。ヘブンサザックス、ありがとうございます。あ、海めちゃくちゃ綺麗で、人手が見えました。これだ。あちーって顔して、あちーって扇風機持ってますめちゃくちゃ透き通ってます。ほら人で、これ海の中です。これ船乗ってる、海の中、人で。めっちゃ綺麗だった。ほらめっちゃ綺麗じゃないですか。めちゃくちゃ綺麗でしたね。はい、透き通っております。まあ乗せてきます、ちょこ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 モロチさん、キュンキュン、ありがとうございます。ランセさん、サックス、バナナジュース飲みました。バナナジュースの写真あった気がする。バナナジュースそんな感じ。マジで透き通ってる美味しかったです、とっても。でもとってもなんか空が綺麗で、すごくないですか空。天気にも恵まれました暑いくらい
暑いくらいでしたね。いっぱいいっぱいありますよ。いっぱい。あの乗り換えというかトランジットがあって、マニラにも降り立ちましたよ。飛行機は寝るか、なんか寝てもあったし、あれもなんだっけ、なんか YouTube 見たり、 YouTube じゃないや、なんかダウンロードして映画見たりしたかも。何見たか覚えてないけど、何見たっけな。なんか私たちはなんかタイミングが悪くてフィリピンまでめちゃくちゃ時間がかかりました。なんか本当は多分数時間とかで行けるんだけど、10時間とかまで行ってないけど、めっちゃ時間かかった気がする。オレンジジュースさん、お花ありがとうございます。多分 2,3 時間とかで行ける。いや、そんなないか。3時間とか4時間で行けるのかな。ところなんかトランジットがなんか 2,3 時間とか、あ、5時間とかあったとこもあったとこもあったかな、なんか忘れちゃったけど、なんかとにかくなんかすごかった。そう、なんかね、めっちゃ時間かかった気がする。そう。だからそのマニラでちょっと観光というか、あの観光じゃないけど、あのお店のご飯食べたりしてました。そう、座席は誰の隣だったかな。サナツン、サナツン隣だった記憶あるけど、忘れちゃったな。サナツンとなんか共に行動してることが多かったかもね。おもろっちさん、ありがとうございます。あ、結婚？結婚ってこと？ジューンブライドってこと？そういうこと？おもろっちさん、おもろっちさん、どうしよう、指輪。ありがとう指輪、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 わわわわ、ありがとう指輪、ありがとうございます。おもろちさん、タワージュームライド、ありがとうございます。こちらです、ありがとうございます。おもろちさん、タワーわわわ、嬉しい。ジュームライド、絶対結婚しようなみたいな感じで、絶対優勝しようなっていうツイートです。本日追加されたんですか、ゆうちゃん。ね、ここここここ、ありがなくちゃん、ありがとうございます。 MV いっぱい見てください。 MV いっぱい映ってるんじゃないかな。あ、あとジョリビーに行きました。ジョリビーって知ってますか、あのこういうとこなんだけど。ジョリビーに行けたんです。なんとなんとなんと、ジョリビーっていうハンバーガー屋さん、マックみたいな多分感じなんだけど、ジョリビー、フィリピンのハンバーガー屋さんなのかな。そう、でもなんか、うん、ジョリビー美味しかったの。ね、ひとみとキアラと3人で行きました。帰りに時間があって、ちょっとだけ時間があって、ブラボーイさん、サックス、ありがとうございます。コメント欄も見てるので、よかったらコメントしてくださいね。でもすっぴんすぎて多分写真あげれない、思い出すぎて。ひでちゃん、うまっ、ありがとうございます。っていうね、っていう感じです。めっちゃいいよーって感じ。もう楽しかったよ、とっても楽しかったです。
星ありがとうございます。ハンバーガーとフランクフルト、違う、アメリカンドッグ、いや違う、フランクフルトか、いや違うな、ホットドッグハンバーガー、ホットドッグ、パスタも売ってるんです。3つ食べて3人で分けて食べましたイエイ。本当にね、なんか写真いっぱいあるので、まあ載せるので待っててください。フィリピン安かったかも、安いねって話した記憶あります。確か、インスタ上げてないんだ、インスタ。インスタにはあっちをあげますね、三つ編みの方をあげますね。こんな感じで、これでこうしてこうしてこう。ミッキーさん、オンプありがとうございます。三つ編みにしました。やったね。どうしようかな、4枚。よし、ゲイ。ヘイブンさん、サックスありがとうございます。海さん、キュッキュッ。キーさん、音符ありがとうございます。ジャケシャ待ち受けにした、ジャケ写を待ち受けに、ありがとうございます。インスタのトップが変えないですね。なんかもうこれがなんか顔幼すぎるけど、このトップが自分みたいなところあるなんかこの時は派手めな色がいいなって思ってこの写真を撮った時に、あ、これトップがにしようって決めたんだけど、もう顔がねだいぶ変わったカイトさん、サックスありがとうございます。シルチョンプありがとうございます。あげましたよ、インスタ。で、URL 貼んなきゃ、リンク。っていうね、感じですね。ネックレスラブ可愛いですよね。あれ3人だけらしいですよ。みさん、キュンキュンありがとうございます。コピー、違う違う、インスタ貼り付け見てね。あー、ちょっと変えよう。夏マトペ、よいしょ、矢印、夏マトペ MV 公開。OK、ヘブンさん、星ありがとうございます。インスタには三つ編みの方を載せたので、よかったら見てください。
これは本当は三つ編みにこう白いリボンが編み込んであるんだけど、あの全然見えない写真になっちゃいました。ちょっと最後の写真ちょっと見えてるかな、ちょっとだけ見えてるよね。ショールームアイコン変わりそうですよね。これでいっぱい載せる写真ができました。やったー、暑い。ハートイヤリング可愛いよね。めちゃくちゃ可愛くて嬉しいです。寝ちゃったか。ヘブンさんいいね、ありがとうございます。たくさんたくさん見てほしいなと思います。いいです。いい写真が多いです。メンバーがさ上げてる全員の写真とかもいい写真ですよね。めちゃめちゃ。見た見た。トップガじゃない、サムネもさすごくない？なんかいい写真です。めちゃかわいい、ありがとうございます。歌好き？ありがとうございます。目覚めの曲なのす、オープンカーで走れ DJ 私。美しい涙揺られいつもよりあてなワンピース着てせーの出かけ出したら今年の夏始まるよ。夏マトペ、夏マトペ、キラキラで、キラキラな、季節なったあったか。ラムネみたい？ラムネみたいな声ですか？1,2,3,4 イコラブ1,2,3 イコラブうのとストレスでイコラブ1,2,3,4 高くジャンプ楽しみだったんだ、だってみんなと一緒だもん。長谷田祖さん、お花ひでちゃん、本当ありがとうございます。今年の夏、夏姉ちゃんゴーゴー、ありがとうございます。ゴーゴーありますよね。ゴー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 。あおちゃんかわいい、あおちゃんかわいい、ありがとうございます。ゴーゴーがもうなんか私もう多分この曲ができる前からゴーゴーってこのねギフトのこと呼んでたのに、なんかそれを知っちゃってからもうゴーゴーにしか聞こえなくなっちゃってゴーゴーになっちゃった。これからもゴーゴーです。キュンとしてズキズキな痛みが切なだったが落ちる夕日見つめて、そこか、急
キュンとしてゴーゴー好き好きなゴーゴー、ダミが刹那だったか落ちる夕日見つめて流れた美中が日方変わらずに一緒にいたいなってみんなもう一緒、なんか違うな、知らない景色に初めての感情、王子様はいらない、プリンセスだけでいい、おー泥棒いいよよ。ゴー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 、ちゃんとさ見よ、すっごい汗かいてるが、じゃない、じゃんこれじゃない、じゃあサックスありがとうございます。おうちゃんゴーゴーかゆ、ピッ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 、これかこれか、みんなもきっとコーヒーさんゴーゴー、ありがとうございます。オノマトペの夏マトペですオノマトペだから、うーん、空にワルツをお披露目してあげよう、そわそわとか入ってたり、キラキラでギラギラとか、トキチクタク、これ違う、これ違うかえ、これも夏パト、これもオトナ、オトマトペ、オノマトペですか。次はプカプカとか、パシャリとかピョコンとかもそうなのかな。キンキンモグモグしよう、キンキンシャーベット、あ、チクタクもオノマトペとか。じゃあキューとしてズキズキなとかね、いっぱいやります、夏マトペが。やだやだ、まだ帰りたくない。オノマトペはこういう、こういうことです。なんか音を表す、なんかこう、なんていうの、擬音、なんていうんだろうね。こういうのです。じゃあ音符ありがとうございます。いっぱい聞いてください。知らない通りが目覚めの曲鳴らす、オープンカーで走れ DJ、 私美しい波に揺られ、いつもより派手なワンピース着て、せーの出かけ出したら私も夏始まるよ、私たちだけの音感じさせてよ、夏まとめキラキラでキラキラな太陽を重み方にして、王子様に見せずにプリンセスだけで踊ろう、ドキドキは私だけじゃないはず、あと夏だ。確かに明日から配信始まりますね。先行配信。
最後は王子様はいらないプリンセスだけでいようよ、だってこの夏だけが真実で輝いてる。ってことはもう聞けるってことですね、皆さんも。そういうことですか。ヘブンさん、本当ありがとうございます。今日も24時、そういうことですか。いつもはさ、発売日とかでしたよね。イエイイエイ。目に映るときめきを表す言葉、夏まとめキュンとしてあ、トリガーも先行だったっけ。2曲目聞けちゃうってことだね。説明上手？嘘。どこら辺がどこら辺が上手ですかね。ありがとうございます。いっぱい聞いてください。カップリングも先行で配信ないから。カップリングってさ、でもさ、発売日よりさ、いつもさ後に MV 公開だからさいつもさ、今回は分かんないけど、今回マジで私もいつか分かんないんだけど、てかいつもなんか前日とかにする知るんですけど、明日はなんとかですって、明日はなんとかが公開です、あ明日なんだってなるんだけど、そうだから、そうね、なんか前後ですよね。だから先に配信で聞けるっていう方もいるかもしれないですね。カップリングお楽しみに。前髪の汗がパない。やっぱさ、ケープした後にさ汗かくとこうなりますよね。ゴラブのカレンダーの星マークはカップリングかと思ってた。わかんない。さあさ、私もさ何上がるってどれが何かもう全然把握できてなくてさ、前の全部そうって思ってた。ちょっと待って、ちゃんと見てないし、カレンダーちょっとちゃんと見よう。そこはちゃんと見よう。そうなのかもしれないから、ちょっと待って。すごい。ハート8、10、12、18ってこと。うわ、ありえるよ。うわ、そうかもね。え、そうじゃんね。だってこれ夏バトル MV がハートってことはさえ、そうじゃないの。え、そういうことですよね。みんなの方が先に知るっていうね、謎の感じになっちゃっただからワンちゃん、ジョイちゃん、ジョイちゃんも入ってんのかな、これ。ワンちゃん、ジョイちゃんもありますよね。どれか、え、わかんないってるよね。みんなの方がなんか分かってるみんな誰から聞いたんですか確かに8、10、12、18かも。てかもうスケジュール入ってたのかな、ちょっと分かんないけどなんかもう秋わかめって感じうん、スケジュールには入ってませんほうほうって感じ。あーね。
10連続12345678910ほんとだ12345678910ほんとだ。えってことはさ12345のやつは何え青なんだ。うん。分からんな。ああ一日に2人なるほど。なんかみんなの方がよく分かってる。みんなに教えてもらってる。まだ交流戦優勝の可能性あります。てかほぼ確定で多分勝てると思います。チケさんキュンキュンキュンありがとうございます。楽天があと2試合残ってるんですけど楽天が2試合勝てなかったらベイスターズの優勝だし2試合勝ってもなんかまあなんかツイッターに書いてあったのは30点以上差がないとダメみたいな2試合でみたいなことを書いてあってそうだからほぼ勝ちっていうやつですね。だから楽天が1試合でも負けたらもうその段階でベスターズの優勝。ほっちゃんキュンキュンキュンありがとうございます。2試合で30点差は結構はい結構ですね。今日ね私以外の家族みんな見に行ってた。だからさ家族 LINE がさ楽しそうだった。いや今日は撮影がもともと予定では夜までって書いてあったんだけど交番表自分がどれぐらいどこで帰れるかなって時間見たらなんか最初18時だったんだけど更新されたのが19時でうんまあ巻いたらワンチャンいけるかなって思ったんだけど押しちゃってそうああこれは無理だなってなってた。結構押しちゃったからうん無理かなってなってまあ撮影中にずっと見てた。瞳も一緒に見てくれててバイバイってした後もどうだったみたいな LINE をしてました。リーグ優勝の時ねリーグ優勝の時はなんてさもっとさもっとさもうチケット取れないよ絶対に。今回は一応4枚で申し込んでいや私はもともと行けなくってもともとはお父さんだけ一人で見に行くって言って多分もともと取れなかったんだけどなんとか1枚取れたみたいななってこれ昨日の話ねそう明日の試合のチケット取れなそうだったんだけどなんとか1枚取れましたってなってそしたらなんかわかんないけどなんかお母さんとお兄ちゃんでなんか2枚取りましたみたいな。え待って3人行くってことえだから1-2の図がありましたはい。だからなんか各場所から送られてきてワンチャンいけないかなってなってたんだけどでチケットもなんか見てたんだけどなんかどんどん埋まってくしもう無理だなってなったフフフ取り残されました。はーいはーい取り残されちゃいましたっていう感じですね。しかもお昼ぐらいにはアクセス集中しててやばかった。なんかしばらくお待ちくださいみたいな、なんかもう一度なんかやってみてくださいみたいなびっくりだよね。留守番なんかマミーもお仕事終わりにちょっと遅れて見に行ったらしくてうーんってなってたね。
まあでもなんか、なんていうの、まあ今日の結果自体は負けちゃったから、まあ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 、家帰ってきて見てましたおとなしく。こんな感じです。でも今日の試合はなんか全員で勝ちに行くっていう監督の意向でほとんどの選手が出てました。すごいよね、すごいですよね。しかも延長だったんですよ。すごいいい試合だった。すごいよね、みんなで出るってすごくないですか。本当に残ってたの数人だと思う。すごいよね。全員ヒロインベイスターズ、そうですよ、本当に本当にそういうことだと思います。はい、ピッチャー残り一人、野手も強打選手だけだった気がする。違う、ひでちゃんゴーゴー、ありがとうございます。たくん星、ありがとうございます。ねー、まあでもさ、だってさ、まださ、もしかしたらさ、 10回で今回10回で終わっちゃったけどさ、12回までさあったらさ、足りなくなっちゃってたかもしんないからさ、まだ残しとく必要はあるよね12回だったら出し切っちゃっていいけどさ、みんな何やるか分かんないからね。すごいよ、お疲れ様ですって感じ。本当に本当に。いや本当に1点差で良かったですよ、本当に。なんかさ、例えばさ、これでまた同点になりました。で次の回でもっと点数取られちゃう可能性だってあるじゃないですか。って思ったらなんか、どうするってなるよねどう考えますか皆さんは1点差に収めとけばほぼ優勝確定なんだけどねえそれでねえ、同点になったらまだ延長続くからね。なんかまあ結果的に負けてしまったけど、結果オーライみたいな気持ちでいいよね、いましょう、そういう気持ちでいましょう。はい、ほぼ優勝確定なんでよろしくお願いします。そうね、 MV もさ公開されててさ、なんかこっちで流したら「はあ!」とか言いながらやってたよってみんなのさリアルな反応コメントを見ながら目が忙しかったですあ、楽天の試合からハマってる、嬉しいですね。トモチーさん、花ありがとうございます。なんかどっちが先になんか MV が先に上がるのか野球が先に終わるのかみたいなドキドキでした。ねえ、ドキドキでした。ひょこちゃんどんな気持ちなんだろうって思ってた。いやなんかなんだろうな、
難しかったですね。なんか優勝確定してほしかったんだけど、タイミングがタイミングすぎて、優勝確定のツイートしたかったんだけど、いや MV のタイミングで優勝確定のツイートしてんのやばいなとかなって、いろいろ考えてました。みんな MV 公開ですっていうのに、私がさ横浜優勝とか言ってたらさ、なんかやばいなっていうね。そうだから10時までになると思わないかったし、どうしようかぶったらとかさ言ってたんだよ撮影の時に。いやなんかもうなんかどうしようってなってた。はい、 MV 優勝ですね。はい。いやなんかね難しいとこですよね。だからまあある意味まあいろいろね、その終わったことだから言うけど、まあ結果は良かったのかなみたいな気持ちでいようって思ってます。はい、ぜひ夏マトペ聞いてください、見てください。 MV いっぱい、あと7分で、配信されるので、ぜひいっぱい聞いてください。夏マトペ、浮き輪ぷがぷが水がパシャリ跳ねる、心もぴょこん跳ねた。いつわかるんだろうね優勝。一番遅くて、明日明後日か、明日明後日だね。明日わかるかもしれないし、明後日わかるかもしれないね。はい、早ければ明日、遅ければ明後日決まります。明日はサイン会です。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。キャプカプカ水がパシャリ跳ねる、心もぴょこん跳ねた、ジャパンにほら一号を浮かべたら、みんな持った、せーの乾杯、もぐもぐしよう、キンキンシャーベット、大きな声出して全員優勝。恋人じゃなくだってこの言葉は伝えていいのかな、あんまり特別で好き好きけどね。さあシャンパンのさシーンでさコメント多かったんだけどさ、キアラだけシャンパンじゃないって MV で気づいてる方がすごって思いました。早って思いました、気づくの。のみさんキュンキュンキュン、ありがとうございます。早って思いました、私すら忘れてた、メンバーですら忘れてた。気になって見ちゃうんだ。そうなんだ、すごいよく気づいたなって思いました。そう屋台みたいな、そう屋台も食べて観光じゃないですか。撮影で観光してました。はい、誰が振り間違えたとかは全然分かってません。はい、でも結構こういろんなところでいろんなシーンが事細かにあるので、もう本当に止めて止めてゆっくりとかで見てみてほしいです。ぜひいっぱい見てください。この配信終わってからもいっぱい聞いてください。はじとうさん、お花ありがとうございます。いっぱい見てください。エンドロールまで、エンドロールは初めてじゃないですか。
私もいちいち止めて写真がパッ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 パって出るとこもで止めて見てました最初。結構歌割りじゃなくてもなんかソロカットが使っていただいたりとかしてたので、よかったらよかったら見てみてください。止めて止めて、私が撮った写真も中にはあるかと思います。永遠に見てください。よろしくお願いします。ということで、そろそろ終わりたいと思いますそろそろ終わります。明日はサイン会ですよろしくお願いします。よろしく、明日のサイン会ということで、ランキング読みたいと思います。明日のサイン会このルームでやります。ランキング読みます。多分メイク配信もするかなって思ったりしてる。ランキングタイム。13位フナエモンさん、12位キャンさん、11位ルルルタンナさん、10位ワフくん、9位マンナナさん、8位ユウちゃん、7位ユキボウさん、6位ヘブンさん、5位コーヒーさん、4位オーチさん、3位ヒデちゃん、2位人生じいちゃん、1位オモロチさんです。ありがとうございます。2列目メリダさん、リョウくん、 P21 さん、サルダンゴさん、ヒロシさん、アオちゃん、大陸さん、ピズニアさん、ポールさん、マチオカさん、ハラリーさん、オレンジジュースさん、マメスケさん、リースさん、ウミさん、ユウシバさん、ヒッキーさん、トナくん、カイトさん、ターくん、アリスちゃん、チェケさんです。ありがとうございます。たくさんの星投げギフトコメントありがとうございます。おもろちさん、ありの指輪ありがとうございます。タワーありがとうございます。ということで、また明日お会いしましょう。ありがとうございました。感謝。おやすみなさい。バイバーイ。よいしょこー。いっぱい見てねー。